はい、皆さんこんにちは、チェでございます。ピシャーチャーチームですね。エメラルドドラゴンパート27やっていきたいと思います。ゴーメズの森で、あ、森じゃないわ、巣ですね。下に抜けれたっけ、ここ。あ、抜けれるよね。あ、うんうん、これ多分新しいところじゃないね。あれ、こう来てないよね。ということは何かあるのかな。ないか。で、こっち登る。あー、ないわ。じゃあ次ですね、ちょっと戻って次のとこに行くような感じですね。まあ相変わらずファルナ姉さんがね、かなり危険な状態でございますね。高い敵じゃないんですけど、まあ、このね、裸ん坊の敵がね、これがね、一撃はそんな強くないんですけどね、耐久力はね、ヒットポイントが高いっぽいんですよね。なのでね、どうもね、この凍った場合ファルナさんがね、回復してくれるみたいなんですけど、タモリさんまだ持ってないっぽい感じですね。あー、やばいわ、ファルナ姉さんの周りにいるわ。あ、よかった。あー、回復ないたか。まあ、あの消えるのはね、結構行動力使うみたいなのだよね。こっちとしては消えてくれるとね、場所が分かった上で消えてくれるとね、結構攻撃を受けないんでね、いいんですけどね。あ、まあでも400のね、経験値が400、あ、そっか、ここか。経験値400入るとね、え、ちょっと待ってね、ちょっと待ってくださいね。あ、ここか。400の経験値が入るとですね、まあ結構いいでしょうという感じですね。もうこれ40いきますよ、本当にね。ファルナ姉さんが一番怖い。あが、やつが消えたか。ちょっと待って、90ダメージ、90ってマジかいな。あ、はい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 、あそこにいたのね。困ったな、これ。よし、あともう一匹来ましたね。あ、いたいたいた。怖い怖い怖い。セーブさせてくださいね。よいしょ。で、今度こっちかな。うん、こっちよね。違ったよね。あ、でもいいか、これを上に行けばいいんだわ。どうしよう。あー、やっぱり骸骨の方行った方がいいかな。あ、でもこいつはね、この牛みたいなのがね、牛人間みたいなのがね、一撃でかいんでね、ちょっと後押しさんで止めておきたいなーっていう。よいしょ、あそこにいましたね。多分ここでしょう。あ、いないわ。あ、はい、あ、あんなとこか。ちょっとちょっとちょっと、ちょっと怖いね。あ、あら、あらららららら、ら、ここ行き止まるかい。ここを行き止まられると、あ、あら、え、ということは、ということは、こ
こうよね。あ、ほんでもう一発来たら行けってか、行けないよね。え、ポダラ、これかい。こっちも行き止まったので、え、どこだろう。え、どこだい、どこだい。もう一個間入れるとこあるのかな。あー、ちょっと本当に防御力上げたいな。どうしよう、こっちから、あー何やってんだいあ、アトールちゃんがかなり変な動きしちゃった。怖い、怖いな。しかも固まっちゃったかんね。あ、いい、バルナリーさん頑張ってるね。マティコアがね、あー、ちょっと見ろ、あ、そっか、あれミノタウロスなのか。どうすんのこれ、やばいんじゃない。うわー、よく耐えたけど、また固まってるじゃん。あ、終わったなこれ。あ、終わってないわ。危なー、危ないわー。あー、もうセーブさせてくださいね。危ないわ。あれ、やっぱりこれ来ちゃったよね。これ良くないような気がするな。あ、こっちから行けるのか。あ、ここまで行けないね。へえ、むずいな。はい、まあこうでしょうか。うん、いいなぁ。捌ききれないよね、本当に。ミノタウルザは私で引っ張りましょうか、アトルちゃんでね。だもんで、わー、消えすぎ。ちょっとファルナさんのガードに入りましょう。カバーでね。だって一旦で一匹しか倒せねえもん、今のこのパターンだったらね。うわあ、バンバン言うてる。うえ、いない。どこ行った。あんなとこいたんか。嫌な感じがするんですけど。わあ消えすぎお前ら。あそこか、死なないでね。ああ、そんなところ見たのかい。また隠れやがった。ああ、多分耐えるかな。ヤマニに攻撃？タモリン？タモリン動けないじゃん。ああ、そこね。ちょっとタモリンさん、あ、倒せた。ああ、あそこね。あらららら、ここの辺？あ、当たんないな。どこだい？この辺かな？どこだい？
あそこか。ああ、本当泥試合にすぐ発展するからね、これね。そのくせエンカウント率が高いんでね、困っちゃうわ。倒しに行こうとすればうまいこといくような気がする。うんですね。あそこに一匹骸骨がいるんですもんね。あ、いない。やばいね、タモリのとこに来そうな気がするんでね。ここで守りに入っておきましょうか。あそこね。あ、ヤマンさんを追いかけてってんのね。あー、なかなかね、大変ですね。金塊か。ちょっとセーブしときますね。もうレベル40がね、目前なんですけどね。40までに結構時間かかってますね。いっぱい出てきた。あー、どれからやったらいいんだろうね。多分骸骨からやるべきだと思うんですけどね。またこれ消えまくるんでしょうかね。あ、消えまくるなこれ。あー、消えまくるな。あー、どうしよう。マンティクアが落とすんですよねこれね。あー、あーね、こういう分散しちゃうんでね。あー、ダメだわこれ。ダメね。タモリのとこに来そうですね。あ、殴ってるね。あー、いけるいける。あー、やっぱタモリのとこ来たね。ただ怖いのがマンティコアがね、そうそう、ファルナさんに来るでしょ。あー、厳しいな。なんとかなんのかな。おー、タムリンがボッコボコ。あー、やばい。タムリン回復しないと。おー、やられ、やられる。大丈夫か、大丈夫か、大丈夫。え、あ、いたいた。もう頼むわ、ほんと。ちょっとマジ怖いんですけど。え、どうすりゃいいのこれ。こいつやろね。めちゃくちゃ今総合力低いね。おお、集中砲火されるとまずい。なんか価値のある40でしたね。今こう来てましたね。こう来てるんで、あれ、あの戦闘長すぎてどうしようかっていうのが忘れちゃった。こっちかな。あー、まだ入れますね。あれ、どうしようかっていうのがすっかり忘れちゃったね。もう弱いやつから先倒そう。消えるか、消えたね。これはまずい。いやー、もっとまずいね。おっと、誰？
アトロちゃんか。いやもういいよ、アトロちゃんはもう身を挺して。誰も回復してくんない？やられるかな、やられる。誰に来てる。ああ、そう来るか。よし、あー、はいはい、ファルナ姉さん頼むね。回復回復回復してあー、おはよう、回復して。うわっ、じゃあ、アトロちゃんの戦略ミスって戦略ミスかいこれ。あ、違うねってこと。戦略ミスじゃねえんじゃねえか。あれ戦略ミスって言われてつらいね。もう能力ミスだよね。能力ミスというかね、やばいね、これやられるわ。ああ、やられるやられる。どうすりゃいい。間に合わないね。ああ、間に合わないわ。固まってるし。ああ、ダメだ。終わった。うん、終わるね。ちょっと時間よくなっちゃったんでね、この辺で終わっておきたいと思います。PC-88 のエメラルドドラゴンパート27ですね、終わっておきます。どうもありがとうございました。